はい、ありがとうございます。先ほどまでは山崎さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていう部分をお聞きしたんですけど、まあ、この動画では大学生の時に留学されてると思ってるんで、どこの国に留学されたのかっていう部分含めてお話をお伺いしたいなと思ってます。はい、はい、大学何年生の時にそもそも留学したんですか？大学3年生、2019年の8月から2020年の7月までウクライナに行ってました。なるほど。ウクライナに留学してたって僕のイメージでは結構マイナーなイメージがあってもちろん専攻がロシア語っていうところだから、はい、そもそも選択肢としてウクライナはもうすでに入ってたよねっていうところあるものの、世界で見てみたら英語を使う人たちが結構多くて、そこに対して留学をするイメージが僕の中であるんですけど、なぜウクライナになったんですか？まずその時点で人道支援に携わりたいと思っていた、うん、大学のゼミも紛争解決論のゼミを専攻することになっていて、でロシア語が大学1年生の時からずっと学んでいた。でそうなると2019年当時に大きな紛争を抱えていた国っていうのがウクライナだった、うんうん、で、まあ、ロシアとウクライナの紛争っていう形にはなっていますけど、自分としては被害者側に寄り添った目線をできるだけ持ちたかったっていうのがウクライナになった、はいはい、あ、そうなんですね、はい、もう一個そもそも論聞いてもいいですか？ロシア語ってなぜロシア語にしたのかなって思ってて、まあ、今まで一貫して英語だったと思ってるんですよ。オーストラリアもそうだしケニアも多分そうだと思うんですけど、そこからなんでロシア語を転校したのかなっていうところを聞いてみたくて。そもそも東京海大では大学を受験する際に言語を選ばなくてはいけなかった。そういうことですね。その時に何語を選ぶかってなった時に、うん、高校生の時に将来国際機関で働きたいのであれば、うん、英語プラスもう一言語国連公用語で働けるようなレベルにするべきだって言われて、うん、じゃあ何国連公用語何やろうかなと思った時に、今思えば浅はかなんですけどロシア語ってすごく広い地域で、なるほど、ね、中央アジアコーカサスでロシア自体もすごく領土が広い、はい、やっておけばなんか役に立つかなみたいな地球の面積で言った時の占める割合が大きそうだなっていうところでロシア語を選んだのか。地球儀見て広いなってそうなんですね、はい、まあ、でもそういう経緯があったんですね。なるほど、はい、今着てる服も民族衣装だったりするんですか？そうです。ウクライナの西にあるリビウっていう町が、はい、ヨーロッパの宝石箱って言われるようなすごく綺麗な町で、そこでこのウィシュヴァンカっていう刺繍の民族衣装が有名だったので、友達に一流のお店を紹介してもらって、はい、一緒についてきてもらってすごい時間かけて選んで買いました、はい、あ、そうなんですね。それちなみにお友達に聞いたっていうのはウクライナの友達に聞いた？あ、はい、リビウ出身の友達がキーウ国立大に留学してた時に仲良くなったんですけど、うん、実家に帰省してて冬休みで、はいはいはい、そのタイミングでウィシュヴァンカ買うんだったら私が連れてったら、うん、いや、いいですね。なるほど。っていうところでウクライナに留学しに行ったと。でウクライナに留学しに行ったっていうのは交換留学みたいな感じで行ったんですか？東京外大のウクライナにある交換留学は西の町のリビウしかなくて、首都のキーウには交換留学がなかったので、うん、休学して大学に自分で入学させてくださいって書類を申し込みました。ちょっと待って、エージェント通してないってことですか？そうですね、あの通訳は通しました、うん、もちろんウクライナ語ができなかったので全然、まあね、なので日本語の書類とか英語の書類をウクライナ語に訳してもらうっていうのは現地のエージェントにやってもらいました。なるほど、すごいな。なんでにその西の方の交換留学制度を使わず休学してまで首都に行ったんですか？長い目で見てやっぱり国際機関でロシア語を使って習得したいっていう強い思いがあったので、うん、ウクライナってすごく領土が広いので西に行けば西に行くほどウクライナ語メイン、はい、東に行くほどロシア語メインになっていくんですね。そうなんだ。で首都キエフはロシア語が使われてる割合が非常に高い、うん、だからキーウにしました。そういうことですね。すごいロジカルですね。実際じゃあ首都のロシア語を使う大学に1年間留学してたって感じなんですか？そうですね、キーウ国立大学といって、うん、ウクライナでは本当に日本の東大のような立ち位置でトップの大学に行ってました、はいはい、なるほど。ちょっと先ほど地域名教えてもらったと思うんですけど、ウクライナ僕全然知らないんでウクライナのことも聞きたくて、住みやすさで言うとどうですか、はい、寒いですか暑いですか？あ、寒いです。あ、そこはじゃあ僕のイメージしてるのと同じなんですね冬は特に私がいた時は暖冬だったので、うん、そこまでマイナス10度ぐらいだったんですけど、うんうん、その時みんなこの冬は暖かい、この冬は暖かいって言ってたので、ホストファミリーとかだとマイナス20度が冬は平均だって言ってました、うんうんうん、それは辛かった。マイナス10度もやばいですけどね私は辛かったですですよね、はい、食はどうですか？食べ物はもう本当に美味しくて、何が伝統料理なんですか？ボルシチですね、まず第一に。ボルシチって何ですか？
ボルシチは赤いビーツのスープで、はい、お肉とかキャベツとか、はい、いろいろ入って煮込んだスープになるんですけど、最後にサワークリーム。サワークリーム、はい、あ、そんな感じなんだ、はい、で、はい、実際言語っていうところはさっき東はロシア語、西はウクライナ語、はい、が使われる傾向が多いんです。なるほど。え、ウクライナ語とロシア語は似てます？似てる部分もありますし、だいたい半分ぐらいが似ているというか、同じような単語とか文法もっていうふうに言われています。ただまあ逆に言えば半分は違いますし、メインとなるような、例えばありがとうとかよく使う単語が、ロシア語だったらスパシーバ、ウクライナ語だったらジャクユ、はいはい、全然違いますよね。確かに全然違う。よく使われるのが違うっていうのはあります、うん、なるほど。実際ウクライナで1年間ぐらい留学するじゃないですか。留学してた時は何してたんですか？基本的にはキーウ国立大学に通って、うん、そこでロシア語、ウクライナ語とか、うん、ウクライナ文学、ウクライナ地理とかを勉強したり、うん、歴史とかもですね、うん、勉強してました、うん、あとは日本語学校で雇ってくださったので、日本語を学びたいっていう学生さんに、うん、なんかネイティブ講師としてロシア語で日本語を教えるっていうことをしてます、うん、そうなんだ。ちなみにウクライナで日本語を教えるっていうところって結構需要あるもんなんですか？そうですね、ウクライナの人はすごく日本に良い印象を持ってくれていて、日本語を学びたいっていう学生さんも非常に多いですし、はい、実際に何が有名ですか、ウクライナでは？日本の世代が高い人だとやっぱ家電、これ日本製のミシンなんだよとかっていうふうにホストマザーとかを教えてくれたりとか、はいはいはい、若い世代だとやっぱりアニメ、ね、あ、そうなんですね、はい、面白いな。じゃあ基本的には留学していった時には語学であったりだとか文化っていうところを学ぶっていうのを重点的にやってたみたいなイメージなんですか？そうですね、あとはまあその時期も卒業論文をウクライナ危機について書くって決めて留学に行ったので、うん、ウクライナ危機に関する調査とかインタビューとかっていうのは個人的にいろんな人に意識的にしてました。ちなみにウクライナ危機って何ですか？ウクライナ危機は2014年にロシアがウクライナを侵攻した際に、東部地域で2014年からずっと紛争が続いていて、クリミアが併合されてそれからずっと実効支配されたまま、それを2014年からのウクライナ危機というふうに呼ばれてます、うんうん、なるほど。ちなみに大学生活ウクライナで1年間どれぐらいの費用かかりました？はい、計算はしてないんですけど、うん、私はその時飛び立て留学ジャパンで金銭的に支援をいただいてた。なるほど。結果として多分100万円かかったのかかかんなかったのかぐらいな気がします。じゃあ自腹で100万かかるかかからないかっていうところで、あとはもう補助していただいてやってたって感じなんですね。そうですね、もう飛び立てが黒字になるほどの支援してくださったので、うんうん、やっぱりヨーロッパはいろんな国が近くにあるので、うん、夏休み冬休みは旅行にたくさんいろんな国に行って、いい経験もできました。いや、すごいですね。なるほど、ありがとうございます。最後に1点だけシリアスな話をしたいんですけど、今ウクライナってまた問題になってるじゃないですか。先ほど2014年の話もあったと思うんですけど、今この問題ってウクライナの人たちはどう捉えられてるんですか？人それぞれだとはもちろん思うんですけど、うんうん、やっぱりどのウクライナの方にとっても非常に苦しい時期だっていうのは間違いないですね、うんうん、はいはいはい、なるほど。ちょっともう一点視点変えていきたいなと思ってるんですけど、まあ、今日本でもウクライナの人たちを少しでも助けられるような形で、まあ、募金であったりだとかいろんなこと入ってると思ってるんですけど、それはウクライナの人たちにとってはどうなんですかね？ポジティブですか？それは本当にそうだと思います。私も3月23日大学の卒業式の日にそのまま袴を着て羽田空港に友達を迎えに行って、そこからウクライナの友人をずっと自宅で一緒に住んでるんですけど、私がやってるサンフラワーフロムジャパンプロジェクトのミーティングにひょっこり顔出してもらったんですけど、もうすごく嬉しそうにしてて、それを見た時にやっぱり日本に来る前って日本は受け入れてくれるのだろうかって、日本ってそもそも難民認定率がすごく低い国で、外国人に対してもやっぱり結構閉じた国、はいはいはい、その中で日本を選ぶという選択肢は正しかったのだろうかっていう不安を抱えてきてる。なるほどね。その中で一人一人が接する人たちが大丈夫とか、いろんな支援をしたいんだっていうようなのをこう表に出すってことは、私の周りの友人たちはやっぱりみんな日本の方はすごく支援しようとしてくれてて、すごく嬉しいっていうのはみんな口を揃えて言ってます。あ、そうなんですね、はい、ちなみにサンフラワーフロムジャパンプロジェクトって何ですか？はい、あ、これは飛び立てのメンバーから始まったプロジェクトで、はいはい、サンフラワーってウクライナの国家ひまわりで、日本からひまわりを送ろうということで、はい、SNS を中心にハッシュタグでサンフラワーフロムジャパンってつけてひまわりの絵を投稿する、はい、そうすることで世界中どこにいるウクライナの人もサンフラワーフロムジャパンって SNS で検索したら、日本の人たちがウクライナの平和を祈ってひまわりの絵を描いたっていうのをこうバーッとスクロールして見ることができる、でそれでちょっとでもホッとする瞬間が、日本はウクライナのことを祈ってるんだよっていうのが伝わればいいなっていうことで始めたプロジェクトになってます。そういうプロジェクトがあったわけですね、 SNS では。はい、なるほど。僕も後から見てみます。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとここではウクライナ留学でどんなことをされてたのかっていう部分と、今起きている問題のところも少し触れたんですけど、はい、まあ、次の動画では他にも多分大学生の中ではいろいろなことされてると思うんで、そこの部分もお話ししつつ、じゃあ今後どういう風に進んでいきたいのかっていう部分お話ししてもらおうかなと思ってます。はい、ぜひこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。